みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回ですね。今回は、土曜日にね、私一人で映画に行ってまいりまして、一人で家を出て、一人で電車に乗り、一人で映画館まで行き、一人で見て、一人で帰ってきました。でですね、そちらの動画がね、動画を撮ったんですよ、私。撮ったんですよ、動画を。こう歩きながらこうやったり、ね、はい、撮るからって言ってね、うん、責任を感じたので。何の責任責任重大だなと思って、うん、撮ってきたんですよ何の責任が重大なのかよくわかんないけど、まあ、しほちゃんは自分で動画撮ってくるねみたいな感じで言ってたんで、あ、じゃあ撮れるなら撮ってって言って、それでお任せしたんですよ。はい、でね、あの出てた後もママ1回だけ LINE して、 LINE してくれましたね。撮影よろしくねって、あとまあ除菌もちゃんとするんだよっていうことで、まあ、電車乗るっていうことでね、送ったんですよ。分かったみたいなスタンプが1個返ってきて、違う、了解ってスタンプが落ちました。了解ってスタンプが返ってきて、はいはい、でもお任せして、じゃあ頑張って撮影してるんだろうななんて思ってデータを受け取りました。しおちゃんもね、頑張ったでしょって言ってたんですけど、それをね、ちょっと見たい見たんですよ、ママ編集しようと思って、うん、そしたらですね、まず最…あ、でもこれは見てもらった方がいいよね。確かに、うん、あの結構頑張ったので見てください。短いんですけど、どうぞどうぞ。ということで、今からね、一人で映画を見に行きたいと思います。電車来るね。そうなんです、今回ね、一人で電車に乗り、一人で映画館に行き、一人で見ます前はね、リミとパパも行ったんですけど、今回は一人で電車来ました。あ、でもあっち側なんですよ、ちょうど。で、聞こえないね、これ。で、今回見る映画が、思い、思われ、振り振られの実写です。あめっちゃ楽しみにしてたんですよ。はい、ということで、行きたいと思います。ということで、無事見終わりました。ねえ、めっちゃ面白かったです。はあ、面白かった。本当に面白かったです。今からね、帰りたいと思います。めっちゃね、はい、楽しかったです。今から帰りたいと思います。見てもらえたでしょうか。頑張ってたでしょ、私ちょっとみんな全然言ってんだよね。だってもう始まりがさ、まず駅のさ、何
エレベーターを登ってる足元ですよ、皆さん。最初エスカレーター、エスカレーター、エレベーターの丸って怖くない？エスカレーターを登ってる足元ですよ、これ。初め何なんだろうって思っちゃったよ。あ、エレベーターか、あ、エスカレーターかと思って。車で撮ればよかったね。あ、そうそう、帰りはね、なんかパパが迎えにね、行ったんですよ。うん、えい、うん、それね、自撮りでさ、うん、今日はですね、フリフラっていうね、思い思われフリフラレという映画があるんですけど、みたいな前振りを撮っておけばよかったなって、反省点、反省点ずつ見つけました。反省会ですね、まずはもういきなり始まったのが。でもじゃあ、もう一回、高校の機会でもう一回やらせて、反省を生かすから、頑張って。あ、じゃあ次回もまた映画に行って、バッチリどう変わったかですね。だそうです、皆さん。反省ってメモっとこっか。うん。メモっとこっか。メモっとくのいいよ、メモらなくて。その後に、まあ電車がなんか来たと思ったけど。え、違うの。前の、もうその前が2分ぐらい早いし、4分ぐらい早くて、撮ってたらちょうど来ちゃったっていう、来ちゃった。来ちゃいましたって言うから来たんだなと思った。でもそれは前のオブの電車だったの。その説明いらなくないと思って。なんでだって、何この後とか思われたら嫌じゃない？そう、うん、だからそれで終わりで、うん、次の場面を見たらまたなんかこうコツコツと階段を登ってる足元が映りで、なんか着きましたってこう映画館が映りで、行ってきますって言って、うん、で次のあれ見たらもう見て終わりだいや、あれみたいな早っみたいな感じでしたよね。行ってきます、帰ってきましたーみたいな。もっとそんな感じなんだよ。はい、今見終わりましたみたいな、なんかもうそんな感じだったよ。みたいな感じでした。もう自分は大満足みたいな。もうこれ見てたら、まあ、もう終わったのみたいな。その間はみたいな。ね、トイレ移してスタッフ移してカメラ時計移せばよかった。あ、反省って。あとフリフラのグッズが落ちたんですよ、アニメのなんだけどね、うん、まだアニメさ、あの出てないから、うん、アニメが出てる頃にはもっとあるかなと思って買ってなかったんですけど、うん、そうだよ、グッズとかもさあるしさ、今回買わなかったんですけど下敷きとかありました。うん、なんか映画館に行った要素が一つもない動画で出てきました、帰ってきましたみたいな。なんかもうこれはこのままアップはできませんねっていう話をね、翔ちゃんにさせていただいて、頑張ったのにと思って、頑張って撮ってくれたのはいいんだけど、さすがにこれじゃあ映画に行った絵の字もなんか感じ取れない、絵の字も感じ取れないとは。だからね、もうこれはどうしようかなと思ったんですけど、でもやっぱ翔ちゃんがせっかくね一人で頑張ってあの行って撮ってきてくれたので、どうかみんなね見てもらおうかなと思って、まあ今回公開してみました。どうでしたか？次は頑張ります。次は頑張りたいと思います。もうやばいよね、ちょっとね、しおちゃんね。何が？もうちょっとやっぱさ、5年も YouTuber やってんだからさ、もうちょっとこうなんかもうちょっと撮れるだろうみたいな、もうちょっとこうさ動画にした時にさどういう感じになるんだろうっていうのを想像しながら撮影しないと、うん、だから音楽に合わせながら足元がどんどん変わってくるんだよ。チャラララン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 ってで、つきつくもそれ顔出ししてない人の動画じゃないの？あなた別に次ましたって帰ってきましたって言ったよ。足元ばっかり見ててもしょうがないよ。チャラララ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 みたいな。ねえ、だからもうちょっとね頑張ってもらいたいなと思いまして、
はい、はい、よろしいですか。じゃあまた映画撮るの？また映画。今度はアニメ？アニメのフリフラ見に行く。友達とでも約束しちゃって、鬼滅も約束しちゃったんですよ、友達と。あ、友達もいて、もう撮る？撮る。駅から撮る。いや違う、車が、あ、車もダメか、歩きながら撮る。友達に撮ってもらえば、ちょっとだけ。映れないじゃん。そっか、うん、撮ってもらおうか。撮ってもらおう。ちょっと持っててもらっていいって言って、うん、はい、ということで着きましたできるそれ。はい、ということで着きました映画館ですって、友達がこう映画館にこうこう、うん、豊シネマだっけ、なんで東方シネマ、豊シネマって大丈夫もうなんとかシネマだったなと思って、それで、まあ、お友達、後ろ姿ぐらいだったら、それで、二人でチケット買うとか、私がこう思ってた、チケットこう買うとこを取って、うん、あと、飲み物を、音声だけ取ろう、隠し撮りとかではなく、音声だけこう取って、こう、うんうんうん、こう音声だけ、うん、そう、ケミさん一つって言ってそう、ケミさん一つ入りましたよ。でもさ、友達さ、ポップコーン買うんじゃない？前買ってたよね。あ、買ってた。うん、ポップコーンとか買うかもしれないですね、もしかしたらね。ポップコーンそんなに好きじゃないじゃあチューリートスだっけ。チューリートスもそんなに好きじゃないそうなの、うん、じゃあ何、アイスが好き。アイス、アイスないんですよということでね、リベンジがあるかどうかまだ未定ですけども、はいはい、まああったとしてもその映画は9月十何日8だっけ公開だから18です。そうだよね、まだ当分ね、当分って言ってもまあ明日からも9月なので、あと18日19日でも結構まだまだ先だから、はい、その辺にもしかしたらね、しおちゃんがリベンジ動画を撮ってきてくれるかもしれないので、まああと鬼滅も、鬼滅はでも10月だよね、公開。10月16日。はい、じゃあその時ももしかしたら撮ってもらうかもしれない。リベンジのまたリベンジになるかもしれない。ねえ、またリベンジでも失敗するようなことだってじゃあもう。どれくらいね、しおちゃんがこうね、自撮り、自分でこう撮影するっていうのを成長していってるか、もう皆さん楽しみじゃないですか。来月まず撮ってきてもらって、今回のこの2分の、このちょっとつまらん映画要素がいっぱい。つまらんって言うなつまらないこう映画要素も一個もない撮影 の、 この、ね、はい、データを見て、はい、皆さん来月どのようになるか、でさらにまた来月鬼滅行った時もどのようになるかね、ちょっと面白そうなので、ちょっとしょうちゃんの動画撮ってきてもらおうかなって思っております。大体思いついたもん。思いついた、うん、チケット見せればいいだ、買いましたってまあそれはね、その時のお楽しみにしてはい、はい、じゃあ皆さんお楽しみにしてください、はい、ぜひね、次のねリベンジマッチも、うん、そうぜひ見てください、はい、じゃあ皆さんチャンネル登録まだの方はね、ぜひねよろしくお願いします。お願いします、お願いします、はい、ということで、それではバイバーイ